はいどうも、下根です。今動画をね、緊急で回してるんですけど、ホイール向こうやったっけ。あ、ホイール向こう、ホイール向こうか。この間、りょうくんとおねやんと海にね、ツーリング行ったんですけど、その行きしな峠に入ってなんかガタガタガタって違和感があって、すぐ止まってね、チェックしたらこのホイールのナットがもうゆるゆるやったんですよね。だいたい締め忘れはないと確信したんですけど、まあ締め忘れたのかなと思って、その場はね、工具がりょうくんの車に積んであったんで、やったんですけど、で、もう一回ね、検証したところ、このホイールの内側、これわかります？これ削れとるでしょ。これ、ナットの角なんですよね、これ。ナットの角の模様にあったでしょ。これが激突して、当たってるんですよ。でもね、これスペーサーで出してたんですけど、よいしょ。いや、あのホイールが左。あれが左で、これが右ね。右のホイールの内側は、もうなんと当たっとらんのですよ。何もね。何も当たっとらんのですよ。はい、これね、ナットの肩がグッてついてんのが、左だけやったんですよ。で、これがね、左の外したスペーサー。これが右についたスペーサー。右はなぜか当たってないですね。で、このナットが、わかるかな？このスペーサーとナットが辛い位置なんですよ。なので、まあこれ、もう5ミリのスペーサー置きますけど、これが、ピタッて合うわけ。わかります？これがホイールやとしたら、完全にこれでね、このボルトが少々出ても、ホイールには逃げがあるんでね。これでいけるんですけど、これ同じですよ。こう、なんていうんですか、このメーカー。デュラックス？デュラックス？なんかわかんないですけど、全く一緒です。でね。100の5ホールの 1.25 の 20mm。全く一緒やね。全く一緒のもんなんですけど、これにね、こっちのナットをこう移動しますよね。あ、危ね。こうします。ね。で、さっきと同じように、スペーサーを、ホイールと仮定するスペーサーを置いてみます。わかります？これ。こんだけ浮いてるの。むっちゃ浮いてるでしょ？これのおかげで、まあ、これでホイールが、これが飛び出して、角に、この角がね、アルミホイールにぐーっと収まって、ちゃんと面同士の接触しないんで、ガタうんで、ちゃんと締め切れない。締まってても、緩んでくるっていうね、恐ろしい現象になってるわけですよ。これ。ね、ちょっと峠走ってたんですよ。峠走ってて、昔ね、そこ、走り屋が結構走ってたとこなんで、やっぱそういう道ってね、薄いなんか模様を刻んだり、なんか、不快な振動出るように音が鳴ったりね、そういう施工してある道路もあるんで、そうなのかなって思ってて、ちょっとしばらく走ったんですよ。でもなんかやっぱ左がね、左の方が、なんか気になるなと思って、ほんで止まったんですけどね。止まらへんかったらもうタイヤ飛んでいってたんで、むちゃむちゃ危なかった。まあ、ここはしっかりね、これを浮いてるかどうかっていうね、浮いてへんかどうかっていう僕の確認不足でもあるんやけど、ね、これどうもなかったやつで、ちょっとポタこれ測ってくれへん？昔さっきのあれで。で、今これナット置いて、ここが出て、こう、まあホイールとするスペーサーが浮いてるのは見てもらったんですけど、
数値としてね、数値として見ると、ここ正常な歯磨き粉。この第一段階のこの段かな。そうですね。うん。これで、約、12ミリ。はい。12ミリぐらい。あるんですよ。はい。それに対してこっち。いいっすか？うん。あ、それ上かな、うん、これで、はい。それに対して、こっちの方が、10ミリ、ちょっとはね。だ約2ミリぐらい、こっちの方が沈んでるんですよ。同じ製品ですよ。これ2つセットで買うたしね、僕。うん。いやー、恐ろしい。はい、今日はね、緊急で動画を回しましたけど、このスペーサーに殺されかけましたっていうことで、ね、ぶっちゃけこれ、いや、僕かなんかで買ったんかな、まあ安もんですわ。まあまあ安いもん買ってる自分も自分やし、ちゃんとね、片方どうもなかったから言ってボンボンってつけてるんで、確認不足っていうのもあるんですけど、まさかね、同じ製品で左右のこの落とし込みの量が違うっていう落とし穴があると、はい、思ってなかった。こういうのを競技、まあ、サーキットとかね、そういうハードなやつで使うには、まあ、強度不足であったり、そういうのがね、ちゃんとした国産メーカーやったらどうもないかもしれないですけど、あるかもしれないんですけどね、もうここまで来るともう街中でも使えないですね。だから危ないんで、ね、こういう安いの使ってはる方はちょっと確認してください。ネジ緩んでへんのかから始まって、でちょっと締めたのに次の日まで緩んでるとか、そういうのはこういう可能性があるんでね、はい、ぜひ見てください。もうタイヤ外れたらえらいことになります。うん、自分がね怪我するだけ、自分の車が潰れるだけやったらいいんですけど、やっぱりね人身事故とかなりかねないので、はい、これは大変勉強になりました。これからはいちいち確認してやっていきたいと思います。まあそもそもこういうのつけるんはもう国産のちょっとお値段しても、そういうのをつけていきたいと思います。はい、これはダメダメです。はい、てな感じで今日はね、緊急で動画回しましたけど、こんな感じで終わっておきます。また GR86 カスタムの動画ね、載せていきたいと思いますんで、はい、楽しみにしてください。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。